はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ダウンタウン熱血時代劇、前回の続きからやっていきたいと思います。とりあえず鳥羽城の前に来て終わったところか。鶴松と与之助が結構減ってるな。飯を食おう飯を、その前に飯代を稼ぎ出さなくては。今が659円だから、まあ、それよりは増やしたいな。蝶にしよう。お、来たー。オッケー。よし、これで飯代は稼いだぞ。いきなり鳥羽かよっていう感じだけど。飯と汁が2つ食えるな。100円稼ぎ出したから。オッケー。さあ、薬屋はまああんまいいのなさそうだしな。大きい声じゃ言えないけどな。ここでの買い物はやめときな。ん？どういうことだ？鋭いドス、1500円。あー、かっこいいドスとか高いな。 1.5 倍くらいする気がする。妖刀炎馬9000円、攻撃力80、術者の怨念が宿っているという妖刀欲しい。9000円か。でも上も行けたから、ちょっと上を先に行ってみるか。どこへ繋がってる？ここはなんだ？神社みたいな感じだな。虎像か。虎像っていくらだっけな。なんかもう忘れちったよ。山賊が確か結構な金を持ってるんしたよね。おらおら。やっぱでも強くなってるな。マッハキック9当たる。当たりどころによっては10。もう少しサクサクサクっと倒せれば金稼ぎも楽なんだろうけど、一条が来た、一条が。暗い。暗い。あの石継ぎ手が追い打ちにはならないか。うん、多分だいぶサクッと倒せるような気がするな。敵の強さは変わんないのかな。なんとか一家でやっぱステータスは変わんのかな。今のところあんまりこいつら強えっていうのは、まあ、中ボスを抜かすと出てきてないけど、雑魚敵は所詮雑魚敵だからな。おお、吉野頑張ってるね。お、こっちはいけないか。行き止まりだな。まあ、この社も多分何にもないでしょ。左は中吉郎一家の子分たちだ。墓みてえなのがあるんだけど、この上これ。まあ、とりあえず中吉郎一家を始末するか。ははは、ガク。くらえ、切り株アタック。切り株は相変わらずの4だな。強い必殺技が欲しいな。そうするといつまでもマハキックだけだと。いてえ。まあ、旋風脚とかは一番最後のスキルであったからな。何が強いんだろうな、必殺技。おぉ、マッハスイングとかどうなんだろうな。よし、倒した2人。マッハキックもなんだかんだ言って強いからな。だってパンチっていくつ今。6しか当たらない。マッハキックより弱くなってる、いつの間にか。キックを上げたからな、だいぶ。まあ、ハキックを覚えたいな。何が違うんだか分かんないけど。うわ、鶴松減ってるな。今いくらだ ?1100 円か。これなんだ、なんもね、これ以上上いけねえし。あれ、謎の店になってる。銀銀 X2000 円。異世界からもたらされたという噂のある謎の飲み薬。気力を完全回復。飲み薬、黄金宝玉とかすげえ。仲間の能力をどれか一つだけ上げてくれる金色に輝く宝玉。1万円もすんの？赤い宝玉、体力の上限。青い宝玉。あー、なるほどね。ちょっと今の俺には必要ないな。あれ？これ全部こっち、謎の店に通じてるのか。あ、ここだけだな。ていうか、どこに行けばいいんだ？
結局こっちではなかったということか。トラゾウ一家ちょっと構ってる暇ないかんな。じゃあ上は意味がなかったと。どうするか。飯を食ってこう。もう一回。すぐ減るな。よし。鶴松の体力が低いんだな、結局。じゃあ右の方へ向かっていくか。お、なんか新しい街道に出てきた。と思ったら海じゃねえかよ。これなんだ、上とか行けんのか。下には通じてない。マップがな、どう通じてんのかがいまいちわからないからな。とりあえず東へ向かう感じで。また町になった。おばあさん、みんな仲良く、それが一番だよ。うん、俺たち4人は仲良しだ。右にまっすぐ行けば武蔵に行けるはずですよ。右に行くのかな。わしゃ見たんじゃ、東の空に光る。え、出来頃誰じゃそれ。どういう会話だよ。あんた知っとるかい。どこかには謎の店の、ん、謎の店っちゅうのがあるらしいぞ。まあさっき言ったからな。あそこが謎の店1個だったな。なんかもっといいのが欲しいけど。俺今何装備してたっけ。鉄鋼、鉄鋼はいいや。硬い規範は確か仕込み規範にしたはずだ。キックはもう上がらないかな。さらしってなんだっけ、普通のさらしだっけ。今500円のさらしで打たれ強さ40アップだ。すっげえ。どうしよう。鶴松にこの500円さらしを買ってあげよう。で、自分はちょっとビチビチさらしで我慢しよう。あれ、これ戻って売れないの、そういえば。まあいいや、とりあえず、俺は、こっちで我慢。で、鶴松を防御固めよう。ビチビチキャハンみたいな。ビチビチキャハンじゃねえや。あれ？さらしさらし。気合のさらしか。よし。これでだいぶ硬くなっただろう。キャハンってこいつ装備してたっけ？お、硬いキャハンになった。オッケー。左に行ってみよう。右に行くと武蔵。じゃあ左に行くと？中吉郎一家。ここは多分中吉郎の家なんだろうな。いる。望月がいる。戦闘に入った瞬間、カットされた。国政さんかい？あんたに恨みはねえが、今は戦うしかねえってことです。オッケー。望月よ、俺が葬ってやる。リンチだ。ボスキャラは立ち上がりがめっちゃ早いな。これマハフミフミとか持ってたら多分何の役にも立たなかったな。ちょっとね、僕はね、挟むのがいいんだよね、サンドイッチ。人禄の人って書いてある。あそこの扉。弱っ。金助。まあ、所詮望月は素早さだからな。そして、イベントが始まる。いい運動になりやしたぜ。だけどよ、できればここは通らないでもらいて、またやり合わなくちゃならねえからな。なるほど。仕方がないって感じっすね。中吉郎。あれ？そうか、中吉郎じゃなくて、ここは人力一家か。かっくん。貧乏には用はないんだけど、こいつだけ倒したらちょっと、行くか。せっかく減らしたし。しぶと行って、金だけ取ってくか。金、金。お前に構ってる暇はない、一条。じゃあとりあえずまた東に行くか。そうするとこちら動かねえな。なんかめぼしい。最近は人力親分もパッとしねえ。まあ中吉郎一家が出てきたからな。そこには山賊だ。やった、金づる山賊。今いくら？441円。おらおらおら、金を出せ金を。山賊から金を奪う。ぶっ倒れ、よしよしよし。なるべくならまとめて、ぶっ倒したい。巻き込め。
よし、3人巻き込め。いていていて、金だ金。よしよしよし、この一条。おお、レベルアップした。あとまだ原野が出てきてないな。工事が出てきて、てかマジモブキャラみんな一緒だな、くらえ。この4人で終わりか。とりあえずこいつが先に倒せそうだから、しぶっといんだよ。よしよしよし、あと2匹。くらえくらえ。あれ、ここの道ってなんかすげえ最初に似てるな。山賊に襲われた、戻ってきたってことは、そうだよな、海越えてきたもんな。戻ってきたってことはないよな。いくら？おお、1100円。さすがだな山賊。地図を見よう地図を。あれ駿河だ。でもどうなってる、いまいち道がわからん。あれ、なんかすげえ戻ってるっぽいな。虎像か、虎像ごときに構ってる暇はない。山賊だよ山賊、やっぱり山賊狩りが一番。まあ、こいつらは仕方だな。さあ、東へ向かっていきましょう。そうすると、虎像か。この下とかなんか謎の店とかありそうな気がするんだけど、ないな。こっちの下とかは、ないな。ちょっと怪しかったんだけどな。お、武蔵だ。神禄一家って確かあんまり金持ってなかったよな。お、新しい町だ。あんたみたいな姿の人を少し前にも見た気がするな。いっぱいいるだろう。おや、べっぴんさんがおったはずじゃが、ここじゃなかったかの。意味がわかんない、もはや。よろずやだ、よろずや。もう俺の頼れるのはよろずやしかない。尺八。桜吹雪。35。強い。強いけど高い。ここら辺の装備は基本変わらないからな。もうあと、派手な着物とかしかないな。そうすると必殺技だな。やっぱり必殺技を揃えたい。おばあさん、私の孫が屋根から落ちてきた男に襲われてね、気をつけなさいよ。どういうこと？どいたどいた、こっちとは忙しいんで。全然忙しそうじゃないんだけど。おばあさんと同じ速度で歩いてんじゃん、だって。ここは武蔵ですよ。このお姉さんがいつも道案内してくれますね。あ、マッハキュウキュウ。でもマッハキュウキュウな。爆走斬り。低空ジャンプで切り抜ける高速の必殺斬り。居合斬り。踏み込みつつ高速で切り上げる必殺斬り。刀系だな、この必殺技は。武蔵をどっち行くかな。悩みどころだ。上から行こう。この上から。お、なんか、長屋みたいなとこに出てきた。なんか入れるところは、ないな。お、ここ入れる。しってなんだ、しって。仕事屋。仕事、ありますよ。マジで、俺今無職だからな。清松。報酬700円。あ、マジでこういうのあるんだ。とある村に火をつけ、逃げた。義理人情のかけらもない地に落ちたる都政人、越後にいるらしい。ああ、なるほど、そこに行けってことね。ああ、地獄丸とか名前がすげえな。引き地、引き地の方が火をつけそうな名前だけどな。赤鬼、青鬼。赤鬼と青鬼ってなんか出てこなかったっけ、ミッションで。青鬼しかも一条じゃねえかよ。まあ、じゃあちょっと赤猫から行くか。まあ、越後、越後ってどこだっけ。越後まだ行ってないな。ってことはもう少し東に行けばいいのかな。あ、スキル玉があるから、ちょっと、スキル玉2つ使おう。スキルツリー。このまま、どれにしようかな。常連の顔、交渉術、達人メガネをな、なんかいいよな。倒した相手の必殺技を習得できる。こっちにしよう。体力アップの、
パンチアップか。パンチはいらないけどしょうがない。で次か、達人メガネ。鶴松は全く使ってないな。まあしょうがない。もっとサクサクレベルが上がってくれればいいんだけどな。なかなかレベル上がらないからな。敵も出ないな。とりあえず越後の指名手配犯をやっつけに行くか。あれ、この間何置いてる。あれ、なんだ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 。うお、超怪しい。誰でい、あんた闇の仕事の。あっしが狙われる筋合いはありませんが。てんてんてん。やるしかねえってことですかい。マジか、問答無用か。闇の仕事、闇の仕事はこんな怪しい。うわっつっマスクつけてんのか。だが俺が4人がかりで行けば怖いものはない。おらおらおら。なかなか音楽がかっこいいな。そしてあそこはなんか開いてんな入れそうだけど、なぜ俺が狙われるんだ。まあいろんな奴らぶっ倒してるからな。ちょっと過剰防衛だよな、いくら襲われてるとはいえ。しぶとい。こいつもな、一人で来るっていうところがすげえよな、4人に対して。ああ、倒した。あれ、なんだお金。うわー、あれ、これ賭場じゃん。もしやサイコロみたいなマークだったよね。クソ、しくじったか。とどめを刺せ、どうせ生きては帰れん。失敗したら死あるのみか。冗談じゃねえですぜ。あっしは無益な殺生はしねえ。あんた人斬りの国政と呼ばれている男じゃねえのか物騒な名前だな。そんな呼び名で呼ばれたことは一度たりともありやせんぜ。元締めに聞いた話と違う。なぜだ、どういうことだ。まさか騙されていた。そんなことはねえ、ねえはずだ。う、わからねえ、わからねえ。走ってっちゃったよ。あいつ一体何者なんで。暗っ。あれ、賭場場だよな、ちょっと。ちょっと賭場やるか。セーブしよう、その前に。OK。さあ、行くぜ。賭場。千本かける。かけます。どっちだ？半！半！お客様の勝ちのようですね。やったー！ OK。一気に2400円に増えた。これでなんかいい必殺技を欲しいな。今はとりあえず必殺技だな。尽力一家。あれ、これどこに出てきたんだ。ちょっとマジでわかんねえ。こいつらに構ってる暇ない。あれ、戻ってきた。こっちに来て。いや違うな。話してみよう。はて、どこかでお会いしましたかの。ああ、セリフが違う。やっぱ街が違うな。うむ、平和が何よりだな。あんまり平和じゃないけどね。お侍さんは刀を持ってるかの。あんなのはただの飾りじゃよ。いや、飾りじゃない、かなり強いぞ。今どこだこれ。武蔵は武蔵か。謎だ。これ飯屋だ。お、なんかいる。あらら、ひょっとしてあなた国政さんでは。わらは、いえ、私は、お藤と申します。実は、佐渡島にとても大きな金の塊があるんらしいですの。変な言葉遣いになっちゃったよ。私、それをどうしても見たくって、頼りになるお方を探しておりました。国政さん、ぜひその金の塊を取ってきて、私に見せてくださいな。もちろん見せてくれたら素敵なものを差し上げますわ。お、マジか。ね、お願いするわね。佐渡島か。ちなみに佐渡島へは、越後から船で行けるそうですの。なるほど。これで次の目標がようやく定まったな。佐渡島から、じゃなくて、越後から佐渡島。なるほどね。まずじゃあ越後に向かわなきゃいけないな。越後って確かあいつらだよな。締め手配がいるんだよね。おお、山賊。来たよ、来た来た、山賊。お前をぶっ倒す。これ段差になってて戦いにくれな。まずはちょっとこの段差におびき寄せて。オッケーオッケー。まとめて、ぶっ倒す。これ山賊倒すとだいぶ金貯まるんじゃないか。
めんどくせえな、この段差が。一応この上にいても当たるっちゃ当たるな。いてー、くらえ。ほら、あそこに金が落ちてる。金、よーし。いた、もう切り株なんなの、棒なんて持ち上がって。くらえ、弱。これって木の棒なの、単なる五代の棒術スペシャルとはまた違うんだね。いってえな。くらえ、ジャイアンツイング。お前で最後だ、よーし。さあいくらだ、もう3000円になってる。強い刀とかも欲しい気がするけどな。刀はな、気力。おお、なんだ、コウ付け。また出てきたな。おい、お前さん、どこに行くつもりだい。こいつは、森本と高峰じゃないか。あんたを中吉郎のもとへ行かせるわけにはいかねえんだ。お、なに、中吉郎がキーマンか。ここで倒れてもらうぜ。え、全員かかってくんの。まとめて相手してやろう。おら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 。もはやわけがわからんが、とりあえず、ザクを減らそう。トラジロー一家につくんじゃなかった。一応トラジローに仲間なのか。味方してるんだね。誰が誰だかわかんないのかや。もうこれ森本だな。高峰にやられてるぞ。頑張ってくれ。よし、だいぶ減らしたな。やっぱりここの強敵は一体森本と高峰だな。技を持ってないとはいえ、中ボスが2人か。そしてザコも引き連れてるから、まあ、そんなに大変じゃないけど。押したり一騎打ちが始まってる。負けてんじゃねえかよ、重吉。死ぬぞ、あいつ。よし、レベルアップした。おお、重吉頑張れ。3人で行け、お前ら。なんで持ってるんだよ、吉野。このザコを勝たしたら、俺も加勢する。よーし、あとはお前だけだ、森本。ハーブワー。ちょっとパワーが減ってきたかな、また。こいつらの。ぐっ、許してくれ。こうするより他に、うちの一家を守る術はなかった。しかし、やはり間違っていたのだな。お前さんの戦いを見て気がついたよ。文蔵に謝っといてくれ。国政よ、目が覚めたぜ。やはり義理を変えちゃならねえな。これから俺たちは文蔵の味方をしようと思う。すまなかった。おお、仲間ができた。神禄一家の子分たちだ。これどこ、ちなみに今。こうつけか。この上とか行けんのかな、こっち側。あれ、武蔵に戻ってきた。変わんないか。ってことは、今こうつけ。この上か。神禄一家の子分。神禄たちはな、多分金を持ってないからな、全然。こういうところに、お、なんか上行けるし、謎の、お、なんだここ。虎像がな、敵なんだろうな、きっと。てか、越後に行きたいんだけど、越後に。マジでわからん。迷子になってしまった、今度は。しかも、この沼地は動きづらいし。うん、背景は結構綺麗だな。山が連なってる。お、ここは越後だよって言ってくるかな。おや、あんたいい男じゃねえ。いやー、それほどでもないよ。この辺りは中吉郎親分が取り仕切ってるしね。親分に認められなければ何も売ってもらえないよ。あ、マジで。この先の沼は広くぬからんでおる。はまらないように気をつけるんじゃよ。え、閉まってる？閉まってるじゃん。ちょっと中吉郎、俺に物を売ってくれ。こいつなんだ。沼を越えて右へと進めば越後。あ、 OKOKOK、 ちょっとこっち左行ってみよう、どうせだから。とりあえず右ですね、右。あ、これなんかまた戦いそうだな。ちょっと様子だけ見よう。あ、いるー。なんかあいつ清水っぽいな。中って書いてある。中吉郎か。一応戦うか。うわ、二人いた。騙された。わしおじゃねえの、上勝太郎。誰だいてめえは。ここがどこだか分かってるんだろうな。
中吉郎親分にご挨拶をと思っておりやして、こいつは国政な、なんだと、あの無敵の都政人国政だってのか。お、親分に知らせてくるぜ。おお、戦わない？あんたが国政か。文蔵親分に味方しているのはあんただけだってな。仁義を通してなのか、はたまたよからぬことを考えているのか。親分はあんたのことをまだ信用してねえ。今のあんたは力五郎と同じく追われている立場だと聞いた。そんな奴を親分に合わせるわけにはいかねえぜ。ダメか。まあ、文蔵親分と一緒に来りゃ話は別なんだがな。文蔵連れてこいってこと？そういうことだ、国政の。ここは義理を通させてもらうぜ。親分が納得しねえうちは、あんたを敵として扱わせてもらうやつで。頭の固い奴らだ。成敗してくれる。おい、やらせる。うちの鶴松をいじめるな。やばいやばい。鶴松ピンチだ。打たれ強さを上げるやつかっこよくよかったな。重吉も死にそうだな。くらえ。とりあえず一体倒せばだいぶ楽になるはずだが、まあ向こうは向こうで頑張ってくれ。おお、スクリュー。吉野のスクリューがたまに炸裂するけど、やられてるやられてるやられてる。みんなピンチだ。パワーが1個しかない。重吉についてはもうあの気力もねえぞ。やばいやばいやばい、殺される。まあ俺は殺されないけどさ。タフな奴らだ。そろそろ死んでもおかしくないはずなんだけど。よーし、いや、やられた。あーでもな、ここ店が使えないからな、回復ができないんだよね。さすがに強えわ。あんたの事情はわかるが悪く思わんでほしい。敵ばっかりだな。これ左って右行くとまた戦うことになりそうだしな。とりあえず沼地の右を行けば越後に行くっていう。あ、もうスキル玉が1個あるじゃん。達人メガネを取ろう。達人メガネ、よしよしよし。次なんだっけ。マッハキック2だ。あとレベル1上げたい。スキルかな。そうすると達人メガネ、よし、 OK。 店使えないよね。信用度がないからな。信用度が、あー閉まってるよ。なんで閉めるんだよ。みんな使えないじゃん、町のみんなが。俺たちだけじゃなくて。まあしょうがない。というところで、じゃあ次回は右のマップの方へ行って越後を目指していきたいので、今回はこれで終了したいと思います。